おはようございます。おはようございます。今日はイオンモールに来ております。イオンモールじゃないし、あ、イオンモールじゃねえわ、普通にイオンモールってちょっと。今日はあのモールに来てます。なんか最近新しくできたモールらしくて、うん、来てみました。いいね、この。で、今日朝ね、女子のお父さんにドローンを見せてあげたんだけど、めっちゃ喜んでたよ。なんで？ Are you crazy? みたいな感じで言われた。なんでよ。すごい感動してた。あそこの家にさ、ずっと住んでるけど、なんだかんだ上からの景色、多分見たことないらしくて。そうだよね。さ、家の風景とか、あと海の感じとか見せてあげたら、めちゃめちゃ感動してた。てかお父さんめっちゃ優しい、優しいよ、すごいいい人。お母さんもめっちゃ優しい。そう、最初に握手求められたんだけど、手が柔らかくてびっくりした。そこ？はい、そう。それでね、昨日ね、カルバンクラインに私行ったの。うん、このバッグ買っちゃった。かわいい。で、今日はこういう感じ。じゃあ今、いとこのリアちゃんが本のさ、テープ使って携帯落ちるとこだった。危な。やめてよね。すいません。もしさ、これで落として割れたら、お尻を156回叩く。なんでそんな中途半端なの？150回でいいじゃん。やだ。もしくは160回。やだ、156回。だって、ルネちゃん、ルネちゃん唇乾燥して、やば、ほんとだ、カピカピじゃん。そう、かわいそうでしょ。でもね、薬塗ってもなかなか治らないんだよね。ちょっと痛々しいですが、皆さんお許しください。まあ、ルネは元気だから、いい。ということで、こんなところで突っ立ってずっと話していますが、はい、こっちの奥にオールドネイビーなくなっちゃったよね、日本と、ね、ビクトリアズシークレット、フォーエバーとかいろいろあるんだけど。ほんとだ。私はここに行こうと思います。フィットネス？24時間やってるフィットネスです。あ、今から？はい。で、みんなね、うん、あそこのサンロレンゾっていう一品屋さん、うん、すごい可愛いですので、ぜひチェックしてみてください。ホームセンターの。高いけど、すごい着やすくて気持ちいい。ついに2、3万ぐらいするよね。高い。ビキニで。じゃあまず、有名なビクトリアズシークレットを見に行く？はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。これ可愛くない？あ、可愛い。なんなのこれは？これはハンドクリームと消毒液が入ってるやつ。うーん、めちゃめちゃいい匂いだね、この辺。見て、これクリスマスのゴム。うわ、かわいい。で、私が好きなキャンドルが多分冬だから今あるのね、うん、冬にしか出てこないやつで、うん、なのでそれをちょっと見に行きます。買ってきたー。イエーイ。はい、じゃあちょっと他にもブラブラして見て回りまーす。見て、マナ、ね、綺麗、すごいマナ綺麗、超マナ綺麗。見てください、このピンクの夜空を。はい、そしてオールドネイビーでも僕のバスパンとかいろいろいっぱい買えてよかった。ってことで、今からおそらく牛角を食べに行くと思います。日本にあるのにね。行ってきます。ごちそうさまでした。いきなり夜になったなって思ってるよ、みんな。そう、あのあと牛角に来て、で、今食べて超苦しい。そして今 TJ Maxx とこちらですね、 TJ Maxx とあっちにあるターゲット、ターゲット見えないかなに、はい、おむつとあと足りなくなったもの、うん、買いに行きます。なのでとりあえず TJ Maxx から見に行きましょう。はい、こちらです、 TJ Maxx。 ルイ、ね、ルイ何買うの？うん、うん、またカーズ。バイバイ。バイ。おはようございます。おはようございます。
そう、なんかね、階段のところにお花があって、で、マナがお花お花って教えてたの、覚えづらいかなと思って花って説明したら、ルイがって指して花っていう意味がもう分かってんの、すげールイめっちゃ笑ってる。めっちゃ楽しんでる。楽しかった。で、昨日買ったこの赤ちゃんが泣いてるのが分かるやつで、ルネちゃんが泣いてはないけど、なんか一人で喋ってたから迎えに行きます。楽しかった。さっき起きてたのにまた寝てる。あ、起きた。ルネちゃん、おはよう。起きました。ルネちゃん二度寝の神で、ルイ君もここですっぱだからね、横たわってるけど。そして今プール終わってお風呂入って回る。ああれ、 MacBook の充電器持ってきて。ルイね、もうね、怒るってことを覚えて、ルイ、あの、ダメだよって言うとっていう顔するの。ということで今日はリアお手製のラーメンです。インハワイ、おいしそう。リアありがとう。ドイタマドイタマとか懐かしい。日本みたいなラーメンじゃないけど、でこれがハワイ風ラーメンだね。いただきまーす。このスープ4時間かけて作ったんでしょ。女子のお母さんがこれスープ4時間かけて作ってくれて、どんなお味でしょうか。じゃあいただきます。うま、おいしい、おいしい、うま。はい、今ね、子供たちがで、もう爆睡してて、で今ね、夕日がね、めちゃめちゃ綺麗なってことで、夕日がまた綺麗だから、ちょっとすぐドローンを飛ばします。イエーイ。今ね、リアとマナがビーチの方に行ってドローンでスパイしてたんだけど、なんか全然見つかんなくて、どこだろうって言ってる間に助手のドローンが届いた。イエーイ、楽しみ楽しみ。助手ずっとね、ドローン楽しみにしてて、ついに来た。やったー、ドローンだ。速攻開けてる。レッツゴースパイ。 OK。 Oh, extra. Oh, nice. Yeah, Coco, Papa's gonna be like Zion. Ah, ドローンが来た。あのちっちゃいの、あれが俺のドローンです。あの飛んでる黒いの、着陸させよう、ここの目の前。来たー。OK。で、女子も今、早速取り付けてる。俺がドローンを飛ばしてて、そう、女子に一回操作させてみたら、もうドハマりしちゃって、その日に速攻注文してた。何？さあ、もうそろそろできる。Yes。OK。OK。さあ、これで羽はついた。イエー、ドローンが2台。2ドローン。かっこいい。How easy this? チャージ？うん。わーお。ナイス。来た。助手のドローンがついに飛べるかも。で、あっちで今いろいろセットしてる。来たー。ドローンが飛んでる、あそこに。怖い。怖い。すごい、イルミネーションもオンになってめっちゃ綺麗になってる。で、今まだダウンロードしてないからこのカメラ見れないんだけど、とりあえず飛ぶ練習だけしてる。バイバイ。さあ、着陸の練習です。ずっと上向いてるから首が辛いって。おお楽しい。超楽しいって。Yeah. Thank you, Zion. Yeah. So fun. And then when you're done, Zion, one, two. Yeah. Next, one, two.
This one? Yeah. Drum. That's a drum. Okay. Okay. Yeah. Wow. You see this, Coco? Yeah, これから撮りまくれるね。So cool. Is it cool? Yeah. ただ今まだダウンロードしてなくてカメラがつかないの。ああね。そう。だ今とりあえずフライトだけ。Yeah, nice. Maybe charge battery. Yes. Then and update. Yeah. And then night flight. Yeah. Okay. Two drones. Two drones. Okay. Can you even see it? Yeah. はい、というわけで今もう夜の何時ぐらいだろう。9時ぐらいかな。9時ぐらいなんだけど、ご飯をみんなで作ってて、今日はハンバーガーです。コゾちゃんくつろいでる。で、ルネも一緒に遊んでる。で、ルイは今まだ寝てて、この買ったやつ、これがあるから、これで、あれ起きてるかどうかチェックできる。で、俺はまだ編集してるから、この買った坊主と一緒に編集してます。美味しそう。今日のご飯がこれです。ハンバーガー。I make the sauce. ああ。ジョシュがソース作ってくれた。ケチャップとマヨネーズと。サラッチャ。サラッチャ。あ、これか。ソース。そう、ホットソース。辛いけど、まあ、リロースパイシー。うん、リロースパイシー。うん、これね。美味しそう。で、マラも向こうで一緒にお母さんと料理手伝ってる。これ何？ロコモコソース。あー、ロコモコソースだって。リアちゃんとマラはロコモコ。あー、そうなのね。マラ、it's good. マラ上手だって。Yeah.マナハンバーガー作ったの？ハンバーグ。うん、ハンバーグ。あ、マナが作ったんだ。そう。美味しそう。食べていい？どうぞ。いただきます。じゃあこれジョシュがもう大絶賛してる。もう美味しいって。食べます。うん、おいしい。うまっ。肉汁がやばい。女子のお父さんめっちゃ優しい。あれ何飲むっつってスプライトって言ったら、いちいちスプライトの缶を拭いてくれて、あれ水で洗ってで拭いてでコップまで用意してくれて、俺動けよって感じだよね。めちゃめちゃ優しいご両親です。スプライトと一緒に飲みます。ロコモコ。おー、美味しそう。ロコモコだって。家で作ったロコモコ。リアとジョシュがめちゃめちゃ辛いの好きだから、すごいスパイシーソースをいっぱいね、つけるの。